はい、皆さん、こんにちは。歴戦に越しの森間です。 直前期必ずかつ勉強法法と暗記法まあこのようなタイトルのところで私の方からですね1時間ほどお話をしていきたいというふうふに思いますこの直前期まあこれから入っていきますがどんな勉強するのかまあこれで合否を分ける形になりますこれから3か月近くですねどのように勉強するのかこの追い込みの時期にきちんと正しい勉強法で時間を割いて勉強できたああいう方がやっぱり合格できますねままあ今までの勉強これはもちろん大 ではありますがここからどのように勉強するのかこれが合否に直接影響していきますそれについてお話をしていきますまた暗記法といったタイトルがついておりますがこの直前期に暗記をした事項については そのまま本試験に持ち込むことができますいくらしっかりり記憶をししたととてもやっぱり長いい間触れれないとその知識は忘れますですでから今まで理解やあいうことをやってきたと思いますがここからどのように頭に詰め込むかそれがうまく暗記することができるのかこれが合否にやっぱり直接影響しますねですから今回はその勉強法それから暗記法といったところでどのようにすれば合格できるのかこんなことについてお話をしていきますぜひ この直前期しっかり有意義な勉強をして合格を勝ち取っていただければというふうに思います。では画面の方に従ってお話をしていきたいと思いますね。でまずこちら 直前期学習の方法論を言った形で、具体的にですね、直前期何をすればいいのかといった総論的なお話、これをお話をしてからですね、次のお話にしていきたいというふうに思いますが、でまず、直前期の方法論、必ずこう予定を立ててください。で、100日間はあっという間ですよと。 を言った形になりますですからあこの直前期を有意義に過ごすためには必ず予定を立てなければいけない予定を立てないとえ気づいたら直前期だったあ,あいうことにあ気づいたら本当にこう直前超直前期だったよと。 もう本当にですね試験が迫っているよとまだやることが半分しか終わってないのにということになりかねないんですねえ。どうしても皆さんは丁寧に勉強しますから予定を立てないでいついつまでにこれをやろうということを立てないでえ勉強してしまうとどうしてもこう丁寧に進めていくことになってしまいます。ですから例えば まあ大学受験とかでなんか原始時代とかは丁寧にやってるんだけれどもそこからなかなか脱出できませんみたいなそういうことになりかねないんですねですからまず予定を立てていついつまでにこれをやらないとやるべきことが終わらないよって言った予定はしっかり立ててほしいんですそうでなければ本当にこうえ気づいたら時期が経っていたまだ民法と不動産登記しかやってませんってことになりかねないんですね100日というのは思ってるより本当に短いです 例えば11科目あるとすれば、まあ、例えば、まあ、もちろん憲法とか刑法とか小さな科目もありますしそれから民法のように大きい科目もありますからすべての科目が平等な日数をです、ね、割くわけではないですがただ単純計算 一科目、十日も取れないのが100日っていう数字ですからね。3ヶ月とちょっとというふうに考えると100日ではありますが、この100日というのは本当にそう考えると短いです。まずはしっかり予定を立てること。予定を立てないと終わらないんだ、ああいう形になります。で、その時に、予定を立てるときに、やるべきこととやりたいことの春別というふうに書いてあります。で、やりたいこととやるべきことをしっかり分けてください。 で皆様ですねこれからあれもやりたいこれもやりたいという,ふうに思うかもしれませんがやるべきことは、まあ、点数取るのに必要なことではありますができればこれもやりたいというふうに手を広げかねないんですねだからこれはマストこれは時間があればやりたいというふうに分けていただいてこちらを優先。 でそうしないと、まあ、やるべきこととやりたいこと分けないで一緒くたに始めてしまうとやりたいことをやりながら本当にやるべきことはやれてないということになりますから必ず合格のために必要なマストのこととできればやりたいってことを分けていただいてやるべきことを優先して、まあ、それができたらやりたいことをやるんだって順番にしておかないとやっぱり時間がなくなってしまいますね。まあ、そういういいことも踏まえながらしっかり予定を立ててください でえー、もう一つなんですが予定を立てるなんです予定を立てることではあるんですがその中でやるべきことをしっかりやっていくんですがそこで勉強時間の確保がやっぱりり必要になりますでこのですね合格者、まあ、最近の合格者なんか、まあ、合格報告会とか宿泊会で話を聞いたりあるいはインタビューなんかもたくさんしておりますが。 合格者に話を聞くとやっぱりこの直前期にどんだけ勉強時間が取れたかっていうのがまあ、合格にかなり影響していきます合否をかなり分けていきますというのは一番最初にもお話をしましたがこの直前期に勉強したことが本試験に持ち込めるんですよやっぱりこの3月ぐらいまで勉強したことっていうのはやっぱり忘れてしまいますで、この4月5月6月に勉強したことはそのまま本試験に持ち込めますからこの3ヶ月でどんな どれだけ勉強できたかっていうのがやっぱり合格にかなり影響するファクターと言った形になるわけですねですからしっかり勉強時間取れるようにしてください例えば仕事している方であれば有給取るだとかあるいは勉強時間をどう確保するのかってことをしっかりこの段階で考えてほしいんですね勉強時間がやっぱり大きなファクターになっていきますで次です得点直結の学習すること 勉強時間取れたとしてもやっぱりその1時間1時間が勉強を合格に、まあ、直接影響しているような勉強じゃないと意味がありませんね。でそのためにまず必要なのはここから先は理解より暗記というふうに心得てください。で まあよく予備校なんかで言われるのは丸暗記ではダメですよ理解をしてください理解がない知識は覚えられないし応用も効かないですよということになりますがそれはここまでの勉強です私も初級講座や中上級講座でそういうことを言ってきましたで中上級講座なんかでも暗記よりは理解だということできちんとその物事のですね理由付け あるいは論理というものを重視してお話をしてきましたし、えー、まあ今年は V マジック合格講座をやりましたしその V マジックという本の中でもきちんと理解ができるように理由付けあるいはその勉強がはかどるようにその論理体系というものをしっかりお話をしていったし書いていきましただけれどもここから先はしっかりもう暗記もう理解できなければ暗記理解より暗記というものを心がけてください。 結局理解っていうのは暗記をするための補助輪に過ぎないんですね。本試験では、まあ、理解よりは暗記暗記している方は点数が取れるわけですよ。いや、よく分かんないけどこれ覚えてるんですよ特にマイナー科目なんかそうですねこの言葉が出てくるといつもこうなんですよねでこの制度が出てくるといつもこ,うこれ必要なんですよねいや、よく分かってないですけど分かってなくても点数取れるんですね。だからここかららこ先は、 分かってててなくくも暗記するこれを心得てくださいですから、まあ、例えばですねこれよく分かんないんですけどっていうふうな質問なんかも普段はあってあそれはいい質問ですねなんて言ったりしますけれども分かんなかったら質問する暇があったら覚えるっていうのが、まあ、ここから先必要なことかなというふうに思います。で次学習した分だけ 得点が取れれるるよううにになってていかかどうかこれを必ず気にしてください例えば2時間勉強したならば2時間分成績が上がってなければ意味がないんですよですからその2時間で何を覚えたのかということですよね、まあ、それを必ず意識することで次です手を広げないことで同じ教材を繰り返すことっていうふうに書いてありますね、まあ、これから 勉強するときに今から新しい教材に手を出したいですなんて方もいますがやはり手を広げないってことは重要です同じ教材を何回も繰り返すことによって初めてその教材が確実な知識として身についてくるわけですね。でそうではなくて次から次に新しい教材に手を広げてしまうとやっぱりなかなか覚えられないわけです。ですから これからやみくもに手を広げないということはやっぱり勉強法として重要になります皆さんは例えばレックの講座を利用したり、まあ、例えば定評ある本を使っていたのであればここまでで皆さんの手元の中にある教材で十分合格できるはずなんですよねでそれがまだ身についてないから点数が取れないわけでしっかりそれを繰り返すということを心がけていただければというふうに思いますでは次総論の2つ目の話に行きますがでは ここからですねこれから皆さんは得点が取れるようにするためにまあ、しっかり勉強していかなければいけませんがじゃあ得点取るために必要な力って何ですかっていうとここから先大きく2つに分けて考えていきます1つが正確な法律意識ですから暗記ですよねしっかり暗記をしていく法律の正確な知識を暗記していくまあ今まで勉強した教材を繰り返して暗記をしていくってことが1つですでもう1つはその知識をしっかり本試験で 得点力得点に結びつけていかなければいけませんからそのの得点できるためのテククニックこれがまあ必要になります、まあ、このテクニックっていうのは狭い意味でのどの選択肢から読むのかといったあところだけではなく本試験の時間配分だとかあるいは本試験で実力を発揮するための えことだとかまあそういう生活サイクルだとかそういうことも含めてテクニックって形になりますですからいくら知識をつけたって本番で点数が取れなければ意味がないわけですよねあるいはいくらテクニックがあったってそれを出すための知識がなければ意味がないんですよねだからこの正確な知識とそれを出すためのテクニックっていうのは車の両輪になっていきますからそれを両方ともちゃんと身につけていかなければいけないというわけでこの二つから考えられる こことはこれですよねやるべきことは何ですかって言ったらまず法律を徹底的に暗記すること正確な知識に昇華することですで曖昧なままでは戦えませんから正確な知識にもう消化していくともうやっていくとでもう一つが解放の習得ですね この解放というのは狭い意味での解放というよりは本試験で点数を取るための時間配分から選択肢の読み方からあるいは当日どんな服を着ていくとかあるいは えー、そういうことですよね、まあ、そういうことまで含めてもうしっかかり身につけけけていいいななればいけないだからこれ当蓮や模試の必要性なんてそういうことで、まあ、いくらあ家で座学で勉強していたってしっかり時間を計って解く練習をしたことがなければ点数取れるようになりませんからそういう意味では当連模試なんかも、えー、本試験のために直前期が有効な、えー、武器になりますから活用していかないといけません。 ではここまでこんな話をしてきましたがここから先ですねではそういうふうなことが分かっていただいたとして直前期しっかり正確な知識を身につけて解放のテクニックを身につけていくってことが分かっていただいたとしてじゃあここから先どういう勉強をしてい,くいけばいいのかというまず一つ目適切な絞り込みですね。 残りの時間でできることは限られておりますからしっかり絞り込んでいくこと。 あれもこれもやろうと言っていたらできません。ですから、まあ A ランク B ランク、えー、基礎力のところでしっかり点数が差がついていくし、そこを取れてれば点数取れるわけですから、もうあれもこれもやろうとしないで本当に必要なもの、それに絞り込んでいく必要があります。ただ適切に絞り込んでいくってことですね。えー、絞り込みすぎて、えー、結局点数が取れなくても意味がありませんし、えー、あれもこれもやろうと言って何もかも中途半端で繰り返しができなければ身につきませんから、適切に絞り込ん でいいくととうことが必要になりますで、えー、絞り込んだ上で繰り返していくということが重要になりますからもうこれから皆さんはその絞り込みの、えー、そのです、ね、目的というのは結局は繰り返すことですで正確な身に知識を身につけるためには繰り返し学習が必要になりますから繰り返せるようにするためにはやっぱり適切にやることを絞り込んでいいかなけければいけませんですから一番最初にお話しした通りやっぱり計画を立てる段階でこれはやろう で,できればこれはやろうというふうにランク分けをしてそのおやろうと思ったことをしっかり繰り返すことが必要です。でスケジュールなどについてはその、うんまあ、どうなる今年の本試験なんかでもお話をしましたからそのあたりも参考にしていただければと思いますが、まあ、ここではそこでお話をしてないこととして「複々線化」ですね。でこれを気をつけてほしいんですが「複々線化」って何かというとこれ鉄道の用語で「複々線」というのがありますが、まあ、いわゆるですね まあ例えば、まあ、よく「複線化」と呼ばれますけど正確に言うと「複々線」ですね。まあ、複々線っていうのは、まあ、例えば鉄道のですね、まあ、例えば路線でこうやって1つの方面に複数の線路が敷かれてるわけですね。でこっちの方にまあ特急や急行の速い電車を走らせてでこっちに各駅やそういうゆっくりの電車を走らせて。 緩急別の線路を使っていくそうすると速い電車はバー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 こう各駅停車を気にすることなく抜かしていくことができるんですねで各駅停車はこっちをゆっくり走っていればいいわけですよそうすると各駅停車がどこにいようが急行がバーッて追い抜くことができるので一つの方面に二つ線路を走らせることによってこう電車をスムーズに走らせることができる、まあ、これが複々線ですよねこれが単なる複線であれば上り方面に一本下り方面に一本ですから、まあ、例えば どっかの駅で各駅停車がこう退避してないと急行が追い抜けないわけですねだからスムーズな勉強ができないということになりますがこの複々線ですよこれを意識して勉強してほしいんですですから何を言いたいかというとあの複々線的に例えば一日 2科目3科目複数の科目を同時に勉強してほしいえつまりえ各駅停車を走らせながらも特急電車を走らせてほしいということですねで、各駅と特急といっているのはどういうことかというと科目によって 緩急使いい分けていてほしっことなんです例えば4月の上旬に民法はゆっくりやろうと各駅停止のようにゆっくり勉強しようとただその民法をやっているだけでは他の項目を忘れてしまいますからじゃあその午後夕方以降は不動産投機法を特急でもうとにかくペラペラやるだけでいいからもう4日で完成させようとかこんな感じで緩急を使い分けて勉強してほしいんですね。そうすると例えば 民法だけで言えば4月の頭は民法をゆっくりやりましたで4月の下旬は民法を高速でやりましたってことによって回数が稼げるんですよでしかも触れる回数が増えますから忘れにくくなります。 でこれを全部高速でやっちゃうとなかなかこう深く勉強する時間が取れませんからゆっくり勉強する時もあるし早く勉強する時もあるとでしかもそれを各科目組み合わせることによって今日は午前の部は民法の「公」民法をゆっくりで午後は、えー、その他の科目を高速でみたいな感じでやることによっていろんな科目を触れることができるしあるいは繰り返すことができるしで科目をあまり長く えー、触れててないって日が防げるでしかも緩急をつけることによってゆっくりやる科目はちょっと深めに勉強することができるということになりますからこの「複々線化か」「緩急」をきちんと使い分けて勉強していく深く勉強する時もあるし高速で勉強する時もあるということを使い分けることによってその科目に触れる回数を増やせるんだ繰り返しを増やすことができるんだということですよね、まあ、こんな形の緩急これを使い分けて勉強するようにしてください。で次に インプット中心かアウトプット中心かこれがまた受験生の間でよく議論されているところではありますただインプットでもアウトプットでも勉強はできますからどっちが自分に合うかってことを、まあ、中心に考えていただければいいかと思いますただ、まあ、中心といってもバランスは重要ですから例えば7対3とかあるいはですね3対7とかで使い分けていただければいいのでどっち中心でも結局両方やってもらいます だから、あまり深く考えずに、自分アウトプット中心かなとか、インプット中心じゃないとなかなか勉強できませんとか、自分に合う方でいいと思うんですね。合う方だったとしても結局違う方もやってほしいので、まあ、中心になるのはアウトプットで、インプットで補足する。で、インプット中心でアウトプットで補足する。どっちでも OK です。ただバランスをしっかりとるようにしてください。9対1とかじゃダメですね。もう7対3、あるいは まあ3対7というふうに使い分けて頂ければいいのでどっちを中心かということは自分でちょっと考えて頂ければいいかと合う方でいいかと思いますで次インプット中心の方は何を注意するのかってことを先にお話をしてその後にアウトプットの方のお話をしていきますまずインプット中心の方インプットはアウトプットのようにというふうに書いてありますね でよくインプットの勉強の弱点としていやテキストを漫然と読んでるだけですからどこが出題されるか出題される形で身につけてませんとか受動的な勉強になっちゃいますとか読んでるだけだから眠くなっちゃいますということが挙げられますがそこをきちんとあの 埋めることとができればインプットを中心とした学習つまりテキストの読み込みなんかを中心とした勉強というのは実は非常にいい勉強ですね。だってほら網羅的というか穴がなく勉強することができるしでもう一つはこのテキストっていうのは試験に出るまあその試験にですねいろんな問題が出るわけですよ。でもこの問題というのはそれをそのまま覚えているだけでは点数につながりません。なぜかととといいううう一つのです、ね、こういう知識があったきに それをこの一方から聞いいてる問題それからこっちの面を聞いている問題という形でこの知識を覚えるだけではこの面しか覚えたことにならないしこの知識ではこっちの面しか覚えたことになりませんね。ですからきちんとテキストにはまあこのですね知識がしかきちんとですね説明されてますからそれをこの立体の形で理解しておけばどの方面から取材されても答えられるという意味でこのインプット。 テキストをテキストでやるってことはこの正確な知識を身につけて全、えー、方面から聞かれても大丈夫ですよ例えばこの知識は過去問で勉強しているとどうしてもこの側面しか聞いてないのでその側面から出題された時は分かりますけれども他の側面から出題された時は分からないってことになっちゃう。だからきちんとテキストに書いてある根本的な形これで抽象的な形で覚えてもらうっていうのが、まあ、一番こう試験に どんな方面から出題されても穴がなく対応することができるということで一番いい勉強になっていくのは確かですよねただこれを読んでいるだけでは眠くなってしまうそこでアウトプットのようにやってほしいえつまりテキストを問題集のように活用してほしい例えばえ次の4つの要件があれば これができますって時にその4つの要件を見ないで思い出せるようにしていくということですよねだから時々目を上げて思い出せるようにやっていくということが重要になりますからそういう形で勉強してほしいと問題集例えば主語だけを見て実語を思い出してみるだとかあるいはここ出そうだからしっかり覚えようってこう意識して勉強していくことです。でその時に、 この丸五番見てください。入れ替えやすい言葉に注意する。この不正解選択肢を意識するってことです。どういうことかというと、例えばあのこうやって文章が書いてありますよね。で、その時にあこの言葉って入れ替えやすそうだなと思ったら、どんな言葉に入れ替えることができるのかなっていうのを意識してもらう。そうするとえ、例えば1ヶ月って書いてあれば3ヶ月に直したらバだなとか。 数字なんかは入れ替えやすすいですよねで文末が「できる」って言葉であれば「これできない」っていうふうに入れ替わっていたら罰だなとかあるいは「できるだけなのに必ずする」とか書いてあればあこれは任意的なのに必要的にしてるから罰だなとかいうふうに分かりますよねだからそういうふうに文章を読むときに積極的に読む能動的に読むってことはこの不正解選択肢を意識することなんです。 ということで、どの言葉が入れ替えやすいか結局、本試験の誤りの選択肢ってことはその文章の入れ替えやすい言葉を入れ替えてるだけなんですよ。入れ替えてツの選択肢を作ってる。ですから、どういうふうな入れ替えをしたら誤りの選択肢になるのかなってことを意識するそういうふうな読み込みっていうのは重要なアウトプットになりますね。もうインプットテキストをアウトプットのように使うことができるわけです。でもう一つがスピード重視。 結論重視これが一緒なんですけれどもスピード重視結論重視ってどういうことかというとテキストにはあの結論とそれから理由付けが書いてありますがもうこれからは結論重視ですですからもう理由のところは読み飛ばすあこれ。 確かそうだったよね、うん覚えた覚えたってこれはもう飛ばすとこんな形ですよだからふむふむなぜならそういう理由なのかとか言って確認してるもう時間はないので結論知ってる知ってるであれば理由は飛ばすとかこんな感じでもうチェックするつもりでどんどんテキストを読んでいくそうじゃないと繰り返しができませんからねテキストの弱点っていうのはやっぱり読むのに時間かかるってことは時間かからないように読んでいかなければいけないのでしっかり結論を重視してスピードを重視するといった形になります でキーワードを意識するこれまた後でお話をしますがキーワードを意識した勉強というのは重要になりますで最後にテキストにインパクトを与えることが必要ですねテキストってどうしても平板になりますから自分でインパクトを与える必要があります例えばテキストを読むときになるほどっていうふうに自分で合いの手を打つとかあるいはテキスト自体を自分で加工しちゃうとか例えばそうですねインパクトっていう言葉を覚えたければこうやって 飾っってみるるととかああいった形ででで、えーまあ、自分でこうインパクトを与えることですよスピードとか結論とかこんな形でテキストに物理的に加工してもいいしあるいは、まあ、こんな形で色を塗ってもいいですよねグリ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 とですからテキスト自体にインパクトを与えるあるいは読み込みにインパクトを与える、えーまあ、あのお笑いのツッコミじゃないですけどボケってツッコミがあるからいいですよねですからテキストもツッコミをするんですよ。 なるほどそこかみたいなこんな形でテキストを能動的に読むといいかなと思いますただ先ほどお話した通りえちゃんとインプットを中心にやる方も過去問や答練などでアウトプットはある程度こなしてバランスはよく勉強してください次にアウトプット中心の方の勉強アウトプット中心の方の勉強について見ていきたいと思いますがアウトプット中心の方の方法論として アウトプットは今度はインプットのようにってことで単にと解き散らすのではなくその解いた知識を覚えなければいけないので過去問を例えば中心に勉勉強強していいいくくよそれははすすごくいい勉強ではあります先ほどテキストの読み込みの弱点というのは過去問では、まあ、試験に出る形で覚えられますから問題を 出る形で知識を出る形で覚えられるし問題ですから能動的に勉強することができるただ弱点としてこの過去問は全ての知識を網羅しているわけではないよ試験に出る知識を網羅しているわけではないよって意味が一つありますねということでそれをどのように埋めていくのかといった形になりますまずはインプットのように勉強していくつまり問題を解きっぱなしにしないできちんとその知識を覚え込むということが中心になりますその時に どういうふうに覚え込めばいいのかっていうとここ解説は読まないえじゃあ解説読まないとどうするのちょっとテキストに戻るんですここでちゃんとインプットトテキストを利用していくんですよで、解説っていうのは例えば一問一問問題がありますがそれぞれまあ解説がある解説がある解説がある同じことが何回も別のところに書いてあったらどこのページで覚えていいかわからない結構本試験の時にどのページを思い出していいかわからないってことになりますから そのきちんと一元化するために解説を読む暇があったらテキストに戻った方がいいですねだからテキストにきちんと戻った上でここで覚えていきましょうで先ほど話した通り過去問というのはそれぞれある一面を切り取って問題化してますからそれをきちんとテキストの形で覚えることによって立体的に根本的な知識を身につけることができるわけですね。ですから必ず まあ解説を読む暇があったらテキストに戻るとで解説を読まないというのはもう一つ意味があって例えば「この問題あやってました」「やった知ってんだよこれもまるで決まってんだよだってこの問題まるに決まってんじゃんこの問題×に決まってんだよだってこれあの3ヶ月なのに1ヶ月って書いてあるから×に決まってるよ」っていうふうに分かったら解説これは何々は3ヶ月以内ではなく1ヶ月以内だ読んでる暇はないです。 で問題はどんどん進めていかなければいけないので解説を読む日があったら次に行った方がいいですねだからこのテキストに戻るっていうのはまあ全ての問題で戻る必要ありません解説読まないでこれ知ってるからもう OK だっていうのであればもう次に進むということで問題を解くっていうのはインプットと違ってやっぱり時間かかるんですインプットテキストはまあ知識を確認して読めばいいですけれども過去問っていうのは問題を解く で解説を読むでテキストに戻るということでもう3倍ぐらい時間かかってしまうんですねですからそれをどん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 こう知識を身につけていくためにはやっぱりスピードを上げなければいけないので一つは解説を読む時間を省略するでテキストに戻る時間を省略するってことで やっていかなければいけないメリハリをつけるここに書いてありますがメリハリをつけるでこのメリハリをつけるというのはそのように、えー、その問題解いた後のメリハリもそうだし問題自体にメリハリをつける必要があります例えば何回やっても取れる問題については 例えば3回に1回だけしか解かないとかそんな形でメリハリをつけてもちろんあの誤った問題だけを解くっていうのはある意味危険ですやっぱり何ヶ月も触れてないと忘れますからですからメリハリっていうのは大事で3回に1回だけしか解かないとかこれは苦手だから毎回解くだとかそんな形でメリハリをつけることは重要かなと思いますでもう一つインプットのところにも書いておきましたがキーワードを意識することですね とということでキーワードを意識した学習というのをこれからインプットの方もアウトプットの方も取り入れていただきたいという,ふうに思いますがでは直前学習の方法論としてキーワードを意識した学習これどういうことかというとどんな判例だってキーワードがあるわけですよ23個のキーワードをちゃんと抽出してそれを覚え込んでいくということが必要になります。例えばあの1つの知識が 5行ぐらい平板にあった時にこの文章を全部覚えることはできないですよねですからキーワードをきちんとピックアップしてこうこうこうって覚えておけばいいわけですでそうするとキーワードを意識して覚えればシンプルか覚えることがかなりシンプルになりますこれとこれとこれを覚えればいいんでしょうってでしかも本試験を意識できるんです 本試験の選択肢の中からこのキーワードがあるからのあの判例だなってすぐに思い出しやすくなって頭の中の知識につなげることができるようになりますよ。ですから本試験を意識した学習をすることができるようになります。で例えば午後の部では選択肢「あ・い・う・え」を後で解放の話になりますがすべて読んでる時間ないですね。すべて読んでる時間なく、 あの分かっている選択肢を一瞬で見つけてその例えばこの選択肢あこれ知ってる選択肢だということでこれ丸って判断するとこんな形で2択3択って形でどんどん絞り込んでいかないと時間がありませんその時にこのキーワードを意識した学習をしていれば本試験でそのキーワードが目に入ればこれ知ってる選択肢だなと。 あの知識だなってすぐに頭の中の知識とつなげることができるわけですよね。ですからキーワードを意識した学習を普段からやることによって本試験で知ってる選択肢を見つけるこれも容易になります。例えばなと見てください例えば会社政治あ政治献金これ法人の あの憲法の人権のですね法人の人権の判例ですがもう会社で政治献金とすれば八幡製鉄事件ですよねですからそれは無効になりませんよという結論がすぐ導けるだろうし税理士会あるいは税理士会って書いてなかったとしても強制加入団体で政治献金であれば今度は南九州税理士会政治献金事件ですからこれ無効って形になるだろうし同じ強制加入団体だったとしても復興支援って書いてあれば群馬少子司会事件ですから有う 復興って形になりますよね。まあ、このような形で、もう強制加入団体だっていう知識を見つけたら、見つけたら次は政治献金なのか復興支援なのかですよ。いいですか？もうこういうキーワードですよね。で例えば、ね、この判例っていうのは。 それぞれぞテキストにすごい長い文章で書いてあるし場合によっては理由付けも書いてあると思いますがキーワードってこれぐらいですよね。でこれででもう結論が決まってくるわけですよ こここもそううでですすねねごめんなさいということとよ、ね、だからこのようにインプット中心の方もアウトプット中心の方もキーワードをきちんと把握した勉強これをしてください。インプットの方はインプットテキストでキーワードをちゃんと意識して読み込むことアウトプットの方はその過去問のところからきちんとキーワードを見つけ出してそれで覚え込んでいくことということですよね。で まあ今択、えー、一の知識の話が中心になりましたがじゃあ直前期はちゃんと記述の勉強もしてもらう必要がありますので記述、えー、の勉強とすればまずひな型をしっかり覚え込んでもらうことひな型をやっぱり覚えてなければ書けませんからしっかりひな型を覚えてくださいひな型に関してはもう隙間時間とかそういうことを中心にもうやっぱり まあ記述問題として意識してもらうことが必要になります。えー、これから本格的な勉強、本格的な問題を解くことが中心になると思いますが。雛形の勉強をうるすにしないことですね。もう隙間時間でいいですから、しっかり雛形集なんかをマスターするようにしてください。で雛形を覚えるときに。その雛形をただ丸暗記するのではなく、どういう。例えば、あの問題であれば、どういう論点であれば、どの雛形を使うのか。 とといったことをちゃんと意識してもらうことそうするとあ本番でこの例えば所有あの持ち分賢者2人持ち分賢者がいる中に1人だけあ例えば二分の 1A2 分の 1B とあってあこれ A の持ち分だけに定当権ついてるぞと。 じゃあこれは2回に分ける移転だなとかそういうふうなちゃんと問題の論点のところからひな型をきちんと把握していくつなげていくえ論点を喚起した上でひな形を覚えていくってことにしないとひな形が一人歩きしてしまいますよね。で本試験であこういう記載があるからこのひな形につながるんだなってことが意識できないわけですよだから普段勉強する時に単にひな形を取り出すのではなくそのひな形がどこで使われるかってことも意識してほしい。 まあ私なんかも、まあ、例えば携帯書士なんかのひな型収穫と時にはそれ意識していて必ず上に問題つけてますこういう問題つけてあだからこういうその問題ではこういうひな型を書くんだよなんてことを分かるようにしております必ずひな型を一人歩きさせないで論点とつなげていくということですね。 ただひなを解いているだけではダメで実践的な問題を解いていかなければいけませんから過小無時間に応じて、まあ、例えば当連取っている方は、まあ、当連で新しい問題が提供されますからその問題をしっかり毎週解いていくということです。ちょっと時間が取れる専業受験生の方は週の真ん中あたりにもじゃあ新作問題を解こうなんて形でちょっと場数を踏むってことは必要になるかなと思います。あとは 間違い論点の収集ということで間違ったときに答連や模擬テストの復習として間違い論点を収集するってことが必要になります。これ別にノートに書かなくてもその間違った答案をファイルすることでもいいですが何を気づけずに間違ったのかということは必ず復習でやってほしいんですね。であここ間違っちゃったよというときに知識がなくて間違えたのかそれとも論点を見抜けなかったのかということ。 この2回に分ける論点見ようとしたら次は持ち分だけに定等権ついていたら気をつけなければなというふうに次にこれで論点喚起するってことに気づけますよねですからそのふうに模擬テストや当連で間違ってしまった時にはどの論点で間違えたのか問題文のどこを見れば気づけたのかっていう復習ですねそこを復習してほしいんですでは次に行きます で今度は直前期学習の方法論として、えー、解法の習得ですねで。これはもう一つ今知識を正確にすること既立の話もしましたが次にその知識を本試験で出すためには解法といいいうものを習得していかなけければいけませんで。その時にまず過去問の活用過去問をインプットとして使うだけでなく語託、例えば午後の分もそうなんですが語託択あった時に午後の分なんか特にそうですがどの選択肢から読むのか。 でどういうふうな知識を活用すればいいのかってことですねで、これ過去問だけではなく等連模試なんかもこれが重要で等連模試なんかを利用するときにその時間配分の練習なんかも含めてしっかり開放を意識してほしいということですよねですからこれ通信で受けている方もちゃんと時間を解いて本試験のつもりで解かないといけませんよその3時間の中で卓一から解くか期日から解くかでそういうものもちゃんと 本試験のシシミュレーションという形で模擬テストなんかを利用してください。で、その作戦をきちんと模擬テストで決めて実践的な練習をしていない方が本試験でうまくいくわけないのできちんと当練模擬テストをそういう本試験のシミュレーションとして活用していくということですよね。で登練の利用法なんですが今言ったように本試験をちゃんとと意識すすることで,すでそれは解放という話、まあ、時間配分。 だけでなく、で選択肢の,かあの探し方どの選択肢から読むかあるいは前足検討するかとかそういうこともきちんとテクニックとして普段から意識する午後の部は特に時間ないですから選択肢をどの順番で見るかあるいはどういう基準で最初に見る選択肢を決めるのかなどについても普段の当練から活用してください。 でそれからサイクルと書いてありますがこれは模擬テストを受けるときには本試験のつもりで受けてもらうということですね。 でどういうことかというともう前の日何時に寝るか朝ごはん何食べるかどんな服を着ていくのかこういうことも含めて模擬テストをしっかり本試験のつもりでやってもらうそうすると本試験であいつもと同じようにやればいいんだなってことが初めてわかりますから本試験で新しいことをやってしまうと模擬テストと同じ気持ちにはなれませんだから本試験でやることは全部模擬テストでやってください。お昼の過ごし方ととかかかああるるるいいはは何を食べるかとかあるいは 択一から解く方は普段から択一から解くとか模擬テストできちんと作戦決めて同じようにやらないといけないもう受かる方はみんなそうですよ服装からしてもう全部同じようにやります同じ電車に乗ってきますというわけで必ず本試験のつもりで受けてくださいで普段通信で勉強している方近くに呼び込まない方も1回はやっぱり会場受験はしてください で本当に呼び込みまで行くことができませんという方はもうその1日図書館に行くとかしてなるべく疑似的に本試験と同じようなことはやってくださいデレックでも YouTube で本試験の体験ができるような YouTube 私が試験監督になって始めてくださいみたいな時間を計る、えー、そういうです、ね、動画もありますからぜひそれも利用してくださいで復習はその日のうちにでこのその日のうちにってどういうことかというと 暑、まあ、いうちに打てって話ではなくもうその日のうちに終わるような復習をするってこと何日も時間かけないってこと皆さんはやるべきことがたくさんあるんです、えー、テキストも読み込まなければいけない過去問もやらなければいけないまとめ集も覚えなければいけないでその中でこの模擬テストや答霊を何日もかけて復習してる時間はないはずです。 でそれは本筋の勉強ではありませんだからその日のうちに終わるような復習をしてもらうことが必要ですで一番重要なのは分かってるのに間違えた問題ですから分かってるのに間違えた問題覚えるべきなのに間違えた問題そういうのはしっかり復習してもらうだからテキストに載ってるのに間違えたあるいは「 ケアレスミスミで間違えたじゃあどうやったらケアレスミスしないのかでテキストに載っているけど間違えたのは何で覚えていないのかあるいは覚えているのに思い出せなかったのかこういうものをしっかり復習してもらうんですねでテキストに載っていないけど模擬テストで出たそれはあまり重要なものではありませんだからその模擬テストであんまり知識を補充しようと思わないでくださいでもし補充するという方がいればもうテキストは完璧ですよと。 でケアレスミスもしませんでしたよという方がじゃあその模擬テストなんかで、えー、ちょっと B 級、C 級の知識だけれどもテキストに載ってないけど覚えようかというのはありです。だけど基準とすればその日のうちに終わるような復習をするという外枠を埋めればいいと思いますそうするとその日のうちに、えー、終わる復習をするときにこっちの復習だけで精一杯という方は補充なんかしてる余裕ないですよね。だからテキストに載ってないけれども 今回テストで出たよってことはじゃあそれはやってる暇はないってことに気づけるはずですねだからその日のうちにってことを外枠で埋めるといいと思いますで、その日のうちに終わるようなものであればじゃあ補充だってしていいですよただこっちで精一杯であればそれを中心にやるべきですねで、えー、模擬テストや等連を何日もかけて復習すると自分の勉強が進まなくなりますだからそれを進めるためにはやはり等連模擬テストはその日のうちに完結をすると言ったのが外枠の えー、まあ次に今度はもう一つのお題である暗記法の方にいきましょう暗記法として共通するものはまとめて覚える知識の抽象化ですねもういろいろなものをですね、えー、こうざあのバラバラに覚えていくと覚える分量だけ増えて時間もかかってしまいますから抽象化して結局こういうことだよねっていうふうに、まあ、上位概念として覚える、えー、こういうのが重要かと思います。 まあそのためのヒントを一つ出しましたが比較しながら覚えるってことあっちはこうだけどこっちはこうだよねっあっちもこうだよこっちもこうだよねというふうに比較すると同じものはまとめて覚えることができるし違うものは違うと意識できますから非常に有効かと思われます。で、えー、抽象化すると抽象化できないものが出てきますつまり例外が出てきます原則と例外を意識しながら覚えようということも必要です。例えば 法令権判決憲法のこれ覚えてないものは法令権ではないっていう例外が出てきますよね。ですからまあ原則と例外意識することによって法令権判決をしっかり覚えれば覚えてないものは法令権のわけないよねっていうふうな解法としても使えるわけですよ。原則はこうだけど例外はこうっていうふうに意識すると覚えることがぐっと減らせます。これを例えば まあこんな形でまあ赤と青がある、その時にこれは赤で、これは赤で、これは赤で、これは青で、これは赤で,これは,赤でこれは青で、これは赤でと覚えていると覚えることはきりがないんですよ。よ原則は 赤ですってて覚えて例外この2つが青ですって覚えれば覚えることをぐっと減らせますよねつまり例外をちゃんと意識しておけば残りは原則だでいけるわけですよだからこれもう法令権をしっかり覚えていくば残りは法令権じゃないっていけるわけですよ、まあ、そういう形で原則とと例外をしっかり意識すすることが必要で,すで逆に例外がないものは例外がないってしっかり覚えればもう全部一網打尽に本試験で選択肢を判断することができますよね。 で次暗記法として単にテキストを見ながら覚えるのではなく思い出す練習というのは重要になります思い出すことで覚える力が増加できます思い出そうとするとえそれって必要な知識じゃんって脳が思ってくれますからだからしっかり覚えようってなってくれるんですね知識が覚えやすくなります もっとと言うと本試験で行うことを思い出すことなんだから普段から思思いい出出すす練習をしておかなければ本試験ででことはできませんだから普段の勉強の中で本と閉でて思い出す時間でのを作ることもうお風呂の中でもトイレの中でも家の散歩しながらでもいいからテキストから離れて思い出すって時間を増やすこと特に主要科目については応用力を身につける意味でもちゃんとしっかり頭に入れておかなければいけない思い出す練習をしっかりやるようにしてください。 で声に出す声に出すことによって知識にインパクトが与えられますから記憶しやすくなるで声に出すことによって単にに読しているるよりりは覚えることが明確になります声に出すことであこういうことなんだって分かりますからね目読だ目読だと何何とかこう読み飛ばしてしてままいますそれから最後時間を節約できるってどういうことかっていうと書いてひな形を覚えるよりは声に出して覚えた方が早いですよね。 だからまあ合格者なんかでひな形は声に出して音読してましたと、まあ、そういう方は結構多いです。書くより読む方が早いあ書くより声に出す方が早いだったら声に出してやろうで声に出すっていうのは目読よりは意識できるんですよだってほら声に出すって言えば声に出せるじゃないですかこれを目読でやるとうんって言っちゃって意識してるかどうか分かりませんでもこれをこうやってやると時間かかるわけです。 だから、まあ、読むっていうのは意識はできるけれども書くよりは早いっていう意味で、まあ、非常に都合いいことになりますから、まあ、ちゃんと書いたり声に出したりっていうことですよね。でこれは気持ちの問題ですが一期一会もう今覚えなければ後がないって気持ちで一つ一つの知識に接してください。で寝る前に覚える知識の確認これも重要ですね。 あの知識というのは寝てる間に脳で整理されます。だから私も受験生の時やっていましたけども、一日勉強しました。例えば朝から。夜まで。一日勉強すると覚えることっていっぱいありますよね。これをほっとくと、何を覚えていいかわかりませんから、夜。 もう一度整理するんですこれと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 これ覚えようそうするとあこれ覚えればいいんだなって脳が分かってくれますから寝てる間に整理してくれますどうしても朝から夕方まですごい時間かかるじゃないですか一日勉強してるとで何を今日やったのかっていうことの確認を夜やるだけで覚えることが明確になりますでしかもこれを覚えようって意識が働きますそうすると絶対寝てる間覚えてくれますよでもう一つは 単純に繰り返すす回数が増えまよねだから絶対寝る前に今日一日やったことっていうのをある程度確認するってことが必要になりますただ本当に寝る直前にもう精一杯頭をフル回転でやってしまうと眠りが浅くなりますから確認っていう程度が重要かと思いますが寝る前に今日やったことこれやった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 って確認することによって特に覚えることを意識することができますから覚えられるかなよく寝る前にまあ 好きな子の写真を枕の下に入れておくと夢を見るっていうのがありますよね。まあそういう伝えあると思いますが、まあ、まあ、それと一緒ですよ。で次横軸を導入と書いてありますが、知識を立体的に理解するためには縦軸だけでなく横軸を導入することで立体的に理解することができます。だから横断整理なんかは、まあ例えば縦の縦割りの勉強だけでなく横割りの勉強を導入することによって立体的に理解できるいい手段になります。 あとは語呂合わせでこれもですね、うんまあ普段と違う軸です語呂という軸によって知識が立体化できます特に意味のないものに意味を与える手段として語呂合わせは非常に有効かと思われますだからどうしても覚えられないところは適当に頭文字を組み合わせて語呂合わせなんかを作っていただければいいかと思いますで最後に横断整理の、えー、発想の仕方ですよね 横断整理をすることとにによよっててこここういういういい点があををお話をしていきますこれどういうことかっていうと知識の抽象化結局一つ一つを丸暗記するよりは全部の共通概念を把握してそれを覚えていくと覚え,ていく覚えることが非常に減るでしょうっていう意味でその一つの例として備え置きの横断整理をちょっとしていきたいと思いますがあの会社法の備え置き場所です。 で皆さんは定款はこうそれから株主総会議事録はこうって形で一つ一つ覚えてると思うんですが結局それ抽象化すると結局全部一緒なんですよ。ただ例外だけ覚えればよくなりますだから原則と例外ってこういうふうに意識するんだよで抽象化っていうのはこういうふうにやるんだよっていうふうにこれから皆さんが勉強するための一つの 見本といった形でお話をしていきます例えば、備え置き場所であれば、皆さんのテキストに図表で整理されていたりすると思いますけども、あるいは場合によってはいろんな場所に散らばっていると思いますが、だから分かりにくいのかもしれませんが、結局、備え置き場所っていうのは、定款にしろ株主総会議事録にしろ、えー、まあ、 どんなものである計算種類などでも本店に置くのが基本ですよねだからまずは原則を本店に置くんだって押さえていただければこれで8割の知識が完成です定款は本店に置くとかなんとかは本店に置くとかそんなことを考える必要はありません結局、まあ、本店に置くんだよねって覚えればいいわけです。で例外の1つ目として、えー、定款や株主総会議事録や種類株主総会議事録計算書類はこれは視点にも置くんだなあ だから本店だけでなく支店に置くものもあるんだな重要書面は支店にも置くんだなって覚えればいいわけですよねただ電磁的記録で作成されている場合は本店だけでよいってことになりますこれまあ結局見ることができますからね例外の2名簿や原簿は管理人の営業所でもよい例えば 本店に置かなくても、管理にを置けば管理の営業所に置けば良くなります。株主総会議事録であれば、株主総会のあ株ごめんなさい。株主名簿であれば、株主名簿管理人なんかを置くことによって本店に置かなくて良くなります。あとは会社成立前。これは？ 本店がないいいから発起人の定めた場所ででいいわけですねそうすると皆さんはいろんな書類について備え置き場所というのをバラバラに覚えると思いますが結局覚えることというのは原則を本店に置くということと例外3つだけです。備え置き期間これもですね原則規定がないずっと置いとけ議事録系は10年これだけですよ。で例外2つ株主総会議事録種類株主総会は支店にも置きますから支店では5年ですよと。 で計算書類などは特殊です、えー、定時株主総会の日から1週間前の日から、えー、取締役会設置会社にあては2週間目の日から本店においては5年間支店においては3年間という形になります閲覧等請求権者これ私がよく閲覧3兄弟と呼んでいる株主債権者裁判所の許可を得た親会社社員これだけ覚えればまずはほとんどいけますプラス例外ですね 会社成立前は定款は発起人設立時募集株式の引き受け人ですよとで総理事総会議事録は設立時株主ですよと会社成立前はこういう人はおりませんからこれは会社成立前は理論が別なんだよってことをしっかり押さえておけば OK ですあとは株主株券創出登録場は誰でも閲覧できますよとでそれからですね、えー、閲覧等請求権者の続きとして 例外3つ目、機密性の高い書面は、裁判所の許可が必要です。取締役会議事録、生産委員会議事録、監査役会議事録、監査等委員会議事録、指名委員会等議事録に関しては、これは裁判所の許可が必要です。ただし、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれにも該当しない会社の株主は、裁判所の許可が不要になります。 でこういう会社でない会社に関しては株主の監査権が重視されますからこの場合の株主でこれは裁判所の許可はいりませんよといった形ですね。でそれから社債権者集会議事録は関係者のみといった形になります。社債管理者 えー、社社債債管理補助者社債権者権ですね閲覧3兄弟含まれていませんよってことを押さえておきましょう、まあ、こんな形で整理すると、まあ、今ちょっと複雑だったと思いますがちょっとゆっくり整理してもらってでしかもですねもう一度自分のテキストでそれぞれの書類の閲覧権者や、えー、備え置き場所やえー 閲覧期間などを見ていただければあ全部今言ったことで覚えればいいだけじゃんとうう気づけますよね。こういうふうに横断整理をして知識を抽象化して原則と例外を意識することで覚えることは実はぐっと減らせるし思い出しやすくなるこれが記憶の上手なやり方というふうに暗記の上手なやり方というふうなことになるかと思われます。 どううだったでしょうか限られた時間ですから、まあ、ちょっとその制約された時間の中でいろんなことについてお話をしましたもう全部取り入れる必要ありませんあこれ役立つなとこれは取り入れてみようあこれは注意しなければいけないなここはやっちゃいけないんだなというふうに分かっていただいて納得できたところを自分の勉強に取り入れてみてください。これれから3ヶ月どういうふういふに勉強すれば 合格できるのかそれについてお話をしましまたここから3か月本当にそれでどんだけ勉強できたかどんだけ正しく勉強できたかこれが本当に合否を分けますですから1時間1時間とにかく時間を代にしてその時間の中の勉強密度これを高めてください一番最初お話した通り1時間勉強したらその分成績上がってなければ意味がないので試験に出ないようなことをずっと悩んでいたり。 いやこれもしあのよく言うじゃないですか自分であの勝手な事例を作らないことだって自分で勝手に作った事例なんて世の中にないから試験に出ないんですよ先生もしこれがこっちだったらどうなるんですか勝手な事例作らないでくださいそれは判例もありません成績上がりません試験に出ないことは成績上がりませんすいませんこの理論って未だに納得できないんですけど本当に、えー、どういう理由付けなんですかね もう理由付けとかいいいいでですす暗記してくださととうことですよとにかく1時間やったならば1時間ちゃんと実力が上がってる点数に結びついてるってことを意識してくださいねでそれからちゃんとテクニックです、えー、知識を入れたらそれを出せるようにしていく知識を入れるだけじゃ意味がないですそれを出せて一人前出せて得点ができますこれからどんだけ勉強したかちゃんとインプットできたか それを試験で得点できるようにしたかちゃんとここを意識して勉強を望んでください。で得点に結びつくってことは試験で点数を取れなければいけません。大きく言えば試験で点数を取るためには きちんとしたコンディションで試験会場に行くってことも含んでますから健康管理なども重要になりますそのためにこれからどういう勉強していくどういうライフスタイルを作っていくどういう睡眠をとるってことも本当に影響するし何を食べるかとか何時に食べるかとかなんかも影響していきますとにかく3ヶ月間合格だけを考えてくださいねもういろんな仕事もあるでしょうで家族もいるでしょう本当にいろんな人に協力してもらってこの3ヶ月今まで こんなに勉強したことがないっていうふうに勉強した方がやっぱり受かります。この3ヶ月やったことが試験会場を持ち込めます。やるならばぜひ合格をしてください。この試験をもう何回も何回も受けるもうそういうのはもう受かっちゃえば変わりがありませんからもう今年で終わりにしましょう。やっぱりもうこの試験をですね何回も受けるということがもう今年で終わりにできるようにもう もう今年が何回目の方だろうが、今年で終わりにできるように、もうしっかりですね。あと三ヶ月やればどうにかなりますから、もうしっかり、えー、今言ったことを意識して、えー、勉強して、ぜひ合格をしていただければと思います。やっぱり苦しいですよね。えー、この試験まあですから早くまあこの業界業界というかこの予備校に来てるっていうまあ。 不自然な状態から脱出できるように、ぜひ絶望感になって活躍できるようにしていただければと思います。ではまあ、今回はこれで終わりにしましょう。少しでも役立つとこがあれば意識をしていただければと思います。頑張ってくださいね。お疲れ様でした。